大崎副都心は、東京都が策定した7カ所の副都心の一つであり、東京都品川区を中心に形成されている。大崎駅周辺の航空写真駅周辺にあった工場などの建物が確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成戦後しばらくは、大崎駅周辺は工場や木造住宅などが並ぶ地域であり、特に山手線沿線でも有数の工場地帯であった。1970年代頃から工場の転出が始まり、跡地にオフィスビルなどが見られるようになってきた。1982年には東京都より副都心として位置づけられ、1980年代から徐々に工場跡地にビルなどができるようになってきたが、開発自体はなかなか進まずにいた。2002年に都市再生特別措置法に基づいて、大崎駅から五反田駅にかけての地域が都市再生緊急整備地域に指定され、これを機に地域全体でオフィスや住居などが一体となった街づくりが活発に行われるようになり、高さ100メートル前後の高層マンションやオフィスビルなどが誕生し始め、近年になって街の景観、機能が変化しつつある街へとなっている。名称は大崎副都心であるが、大崎駅、五反田駅を中心にしたそれぞれの業務エリアをまたいで指定されている。現在開発が行われている範囲は、大崎地区側の大崎駅から、隣の五反田駅付近の線路沿いを中心としたエリアで、地名としては、大崎のほか、東五反田、北品川に広がる。法令上で副都心地域として定められている、おおよその範囲は、以下の通りであるが、実際に開発が進められている範囲は、もっと狭い。ありがとうございます。